亀山本徳寺は、兵庫県姫路市亀山にある浄土新州本願寺派の寺院。三号は、霊気山。本尊は、阿弥陀如来。亀山五坊、亀山五道とも。永正十二年、蓮女の門弟空前が、鹿間軍映画の映画城下に本堂を解散したのを、始まりとする。その後、在地の勢力である、針間三騎士の日後の下発展したが、 現象8年の橋場秀吉の三木通明の守る映画城攻めに先立ち、戦火を避けるために、秀吉に寄進された亀山へ移された。現在の伽藍の一部は、映画から伽藍等を解体し、亀山へと移したものという。慶長7年に、本願寺教団は東西に分裂。本徳寺は、姫路城に入った池田照正の制作の下で、西本願寺に属した。 池田市に代わって、本田市が姫路城主になると、源な予言に本徳寺が分立。東本願寺勢力は亀山から姫路城下の船場へ移った。その後亀山は、張馬国における本願寺派の根本道場として発展することになる。江戸時代には、西国房さ所として参加に384の寺院を要した。明治時代以降は、 本願寺派の別格別院となり、戦後は一般寺院ではあるが道派遺意寺の扱いとなって、現在に至る。なお、最寄駅の山陽電鉄亀山駅は昭和19年まで亀山五坊駅と称した。本堂から渡り廊下、表書院を望む中層道2万平方メートルの広大な境内を持ち、本堂、大広間、栗、共同が兵庫県指定文化財となっている。 本堂は兵庫県内有数の大型の仏堂である。この本堂は明治元年に旧本堂が火災で消失した後、西本願寺の北集会所の建物を移築したもので、つま入りの珍しい形式である。北集会所は新選組が頓所として一時使用したこともある。他に大玄関等十五棟、新蘭聖人絵巻などが姫路市指定文化財となっている。なお、 松原八幡神社の祭礼である灘の喧嘩祭りの、中村地域の屋台の太鼓は、原禄15年作で、元は姫路城の途上太鼓だった。これを、亀山本徳寺が譲り受け、後に、中村へと送られた、との由緒を持つ。亀山本徳寺の文化財建造物使用書。亀山本徳寺の文化財建造物使用書。ありがとうございます。